アーケードは1人でも複数のプレイヤー同士でも楽しめる PVAI 戦です。クエストごとに敵の組み合わせがランダムに変化しますが、それはロケーションやモディファイアについても同様です。モディファイアによってあなたのヒーローや敵に様々な特性が付与されます。ですので炎に炎で対抗したり、敵から体力を奪ったりするなど、戦略を柔軟に使い分ける必要があります。アーケードクエストには様々な難易度があります。難易度に応じて最も適した武具を選択し装備しましょう。あえて武具のランクを下げて腕試しすることもできます。クエストを完了すると報酬やスティール、XP が手に入ります。アーケードでのヒーローの状態はマルチプレイにも反映されます。特別な報酬がもらえるウィークリークエストもお見逃しなく。アーケードのエキサイティングな冒険にいざ出陣。遠い昔、アイアンリージョンの偉大なウォーロードはバイキングと侍をアッシュフェルドの地から追いやった。我らナイトは誇り高く強く、歯向かう者は誰一人いなかった。そして疫病のように平穏がこの地を蝕んだ。ウォーロードは歴史の闇に消え、人々は弱く従順になった。バイキングの再来に対しアイアンリージョンは無力だった。アッシュフェルドは混乱に陥った。一方でバイキングも弱体化し、かつての姿は影も形もなかった。侍は依然見沼に身を潜めていた。今新たな勢力がアッシュフェルドに勃興している。ブラックストーンリージョンだ。ナイトであり真の戦士、捕食者と獲物の境目を心得た者たち、我々は世界をあるべき姿に戻す。狼の時代が訪れるだろう。
ウォーデン、古の騎士団に属し、陥落の塵の中から立ち上がった者たち、弱者を守ると誓った。ロングソードの達人、その起源は失われたが、彼らは正義のために戦い続ける。しかしウォーデンとなれるのはほんのわずかだ。全ては使える主を誤ったことから始まった。ハウビス・ドーベに壁を守れ。その日ブラックストーン・リージョンと出会った。それとホールデン・クロスに出てこい。ドーベに、こんなことをする必要はない。
敵を壁に近づけるな。閣下。破壊しろ。さあ破壊しろ。私はウォーデンだ。やるべき仕事もあった。行かなければ。責任だぞ、ドーベニー。どうしろ。兵は助けてやる。